赤羽勝美から1941年7月5日は日本の実業家、南満州鉄道理事としてオイルシェール事業に取り組んだ。赤羽家は高島以来と称される星野家時代からの合図、松平家家臣である。山形藩時代には千国、五百国、四百国、百五十国をハム、赤羽家があり、江戸時代を通じ百国以上の赤羽家が、 複数存在した。赤羽史郎や陸軍航空創装機の軍人である赤羽優野などは同族である。赤羽のジップは6百国の会津藩艦上等東南藩大族会計係であった赤羽治兵とも恩。国旗はその三男で同藩士赤羽とも春の養子となる。養母は若松市長松本時政の妹。 長男は、コーネル大学出身の中島飛行機技師で、第二次世界大戦期は、同社の誉れ発動機推進主任を務める。赤羽は、地商会の参助員として、更新を援助した。1894年東京交渉を卒業し、堀越善十郎が設立した、堀越商会のニューヨーク支店長を経て、三井物産に移る。津出張所長、三池支店長、 本社業務課長を歴任。南満州鉄道理事を4年間務める。昭和期は、三井系の北海道炭鉱旗船で常務を務め、他に役員として経営に携わった会社として、日本製鋼所、夕張鉄道、和西製鉄、小野田セメント製造、昭和石炭、室蘭電灯がある。武順炭鉱。露天掘りの一段の高さは、約10メートルである。 第一次世界大戦後は、世界的に石油の重要性が認識されたが、日本の産出量は微量であった。満鉄には重要な収入源として、武順炭鉱から産出される石炭があり、1915年以降は、露天掘りが開始され、最短効率は向上していた。この武順炭鉱の上層部は、分厚い湯母血岩で覆われており、湯母血岩から人造石油を製造する。 可能性に世界的な関心が寄せられていた。埋蔵量54億トンと言われた、湯母血岩の含有率は5.5%であり、日本では燃料を石炭から石油へと変更しつつあった海軍が特に注目し、満鉄では1919 19年から研究が始められた。赤羽は1921年12月に満鉄理事に就任し血岩油の事業化を図る。 大倉省、海軍省に、湯母血眼の価値を論じた、意見書を提出し、難色を示していた、エギツバッサ法省を説得している。赤羽は1925年12月に退任するが、満鉄のオイルシェール事業は徐々に拡大し、海軍に重油を納入するようになった。昭和期になると満鉄は、石炭の液化事業も行っていた。ありがとうございます。